ケンテとは、ガーナの男性が、ブーバというシャツの上に着る一枚布を、サリーのように身にまとった、民族衣装。長く続いた、イギリスの植民地支配からの独立後にできたもので、ガーナの独立は、アフリカ大陸で、初のブラックアフリカンが自ら勝ち取った独立として、記念すべきものであった。ケンテの色彩には独立運動への誇りと、国土への愛情が込められている。 民族の団結や民族意識の公用を目指して作り出された典型的な新しい民族衣装の一つである。原手は手織りで4種類のパターンを織り出した幅8から10センチメートル、長さ3メートル超の細長い布を24枚、剥ぎ合わせて作る大きな1枚の布を右肩を露出して体にゆったりと巻きつける貫禄のある民族衣装である。ガーナでは布地を織るのは 男性の仕事である。ガーナの国旗に使われているような鮮やかな原色の美しい生地で、ガーナでは、晴れ着や室内装飾などとしても用いるが高価なため、アディンクラと呼ばれるプリント木綿の代用品がある。色彩にはそれぞれ意味があり、赤は自由のために流された地を、木はガーナで採掘されていた黄金を、緑は自然を、青は海を、黒は、 アフリカの民としての自由を表現している。ありがとうございます。